災害で発生した建物の瓦礫や流木などや、それらが混ざった土砂は災害復旧の大きな妨げになります。私たちはこれらをできる限り早く適切に処理することに取り組んでいます。平成26年8月19日から20日にかけて、広島市は豪雨に見舞われ、安佐南区や安佐北区を中心に土砂崩れが発生しました。この時に流れてきたたくさんの土砂や瓦礫などは、ゴミの焼却工場やゴミの埋め立て地の負担を減らすために、できるだけリサイクルできるものを分別して処理することが必要になっています。こうした分別などの処理を迅速かつ適切に進め、平成28年3月末までに全ての処理を完了することにしています。災害で発生したたくさんの土砂や瓦礫などはおよそ58万トンにも上り、現在安佐北区の壁運動公園、中国電力名原研修所多目的グラウンド、紅葉浄水場近接の水道局用地、安佐南区の友西公園、私立大学近接および専門学校横の広島市有地、西区の下水道局西部水資源再生センター用地、広島西飛行場跡地、佐伯区の消防訓練用地、これら計9箇所に設置した一時仮置き場に保管しています。一時仮置き場では重機と手作業で大まかに選別して、瓦礫が混じった土砂、瓦礫、コンクリートのかけらや岩石、倒れた木や家の柱などに分別します。分別した土砂や瓦礫などはダンプトラックで中間処理施設に運び、その量は毎日10トンダンプトラックでおよそ200台にもなります。中間処理施設にやってきたトラックは、まず計量器に乗せて重量を測ります。計量は自動で行われ、 IC カードによって管理システムに自動登録します。計量が終わると、それぞれの処理ゾーンに運びます。瓦礫が混じった土砂は古い木にかけられ、大きいもの、小さいもの、中間のものに分けます。大きいものと小さいものは作業員が手作業によってさらに細かく仕分け、リサイクル可能なものとそうでないものに分けます。手作業で分けた後の土砂は保管場所へ運びます。中間のものはさらに分別するために、瓦礫などの処理ゾーンへ運びます。瓦礫類はまず古い木にかけられ、小さいものと大きいものに分別します。大きいものは磁力・風力選別機にかけます。
磁力・風力選別器とは、まず磁石の力で金属類を取り除き、その後に風の力で軽いものと重いものに分ける機械です。軽いものと重いものはそれぞれ別のベルトコンベアに運ばれ、先ほどの瓦礫が混じった土砂と同じように作業員の手作業で分けます。コンクリートのかけらや岩石は一次仮置き場で重機と手作業でコンクリートと岩石に分けます。ここでは重機とクラッシャーで細かく砕かれ、また同じように作業員の手作業で分けます。流木などの木材は一次仮置き場でゴミを取り除き、切断した後で島根県にある処理施設に運びます。根や枝葉は肥料の材料に、幹などの木材は洗浄して細かく砕いた後に再生紙用の木材チップに加工します。分別の過程で被災された方の思い出の品が発見されることがあります。家や大切な方との思い出が詰まった品は、作業員の手によって洗浄された後、写真を撮って種類ごとにリストを作成します。お預かりした品は持ち主の方に返却できるよう大切に保管しています。インターネットで広島市思い出の品と検索すると、広島市ホームページで保管状況の閲覧をすることができます。手作業で分別したものは専用の場所に保管された後に、それぞれのリサイクル工場へと運び、再生金属、セメント、固形燃料、紙、肥料、再生砕石などにリサイクルします。手作業で分けた後の土砂は、広島港出島地区の埋め立て事業の土地造成に使用します。周辺環境対策にも取り組んでおり、作業は音やホコリがなるべく出ないように仮設テントの中で行い、空気をきれいにする機械も設置しています。近隣の施設への影響も考慮し、音があまり出ない機械を使用したり、施設の周囲に仮囲いを設置することで防音対策を行っています。また、ホコリを抑えるために、施設内に出入りする車両のタイヤ洗浄や、通路の清掃をこまめに行っています。いつ起こるかもしれない災害、そしてそこから出る廃棄物の処理という課題は、皆さんの生活に関わってくる問題です。それを上手に処理し、周りに暮らす皆さんへの配慮と自然環境との調和を図るよう、私たちは今日も活動しています。